皆様こんにちは。韓中国です。アメリカ・ボストンで9月30日、市政府前で中国共産党政権樹立72周年を祝う国旗掲揚式が行われました。同時に地元の抗議者も集まりました。また、掲揚の過程で掲揚装置が故障し、旗が旗竿の間に挟まれ、哀悼を意味する半旗になってしまいました。 エポック・タイムズの報道によるとボストンの市政府前では朝早くから抗議の声が上がりました抗議者らは拡声機で中教のチバタを下ろせ CCP ボストンから出て行けフリー香港フリーチベット CCP 台湾から出て行け CCP 南海から出て行けと絶えず叫んでいました現場の中教支持者たちと 罵倒し合う結果になりました。旗を掲揚する際、掲揚装置が故障したため、国旗が旗竿の真ん中に挟まれました。抗議者たちはこれを天の意志、神のおぼし召しと言い表し、数人の中教支持者はしぶしぶ立ち去りました。アメリカ陸軍のデイビッド・ベラード氏は、私はここに住んでいる。ここは私の裏庭だ。 私の裏庭に中国共産党の旗を挙げられるのは面白くない私だけでなく何百人もの退役軍人が近くに住んでいる私たちはこの旗を引きちぎってやりたいと述べました反旗になったのを見てベラード氏はこれは神の意思で掲揚できないようにしたのだとし中共は賄賂や浸透を通じて我々を転覆させようとしている 我々の政府はそれを阻止せず、中共の浸透を受け入れた。中共に全ての人は平等であることを理解してほしい。中国人に考えてもらいたい。あなたは民主的な体制でいきたいのか、それとも先制的な体制でいきたいのか。先制体制は人民を抑圧し迫害すると語りました。 ボストンの香港とマカオの友の会の代表である社中史氏は私は毎年来ている。彼らはこそこそと旗を上げる。私は共産党は人間性がない組織暴力団であり犯罪集団であると考えている。アメリカは共産党を拒否しなければならない。ここは民主的で自由でなければならない。共産党を打倒すると言いに来た。 旗が上がらないのは天の意思だと語りました。抗議者のロサンは、ボストン政府は毎年、中共の旗を掲揚させている。このことは、毎年地元で大騒ぎになり、多くのメディアや住民が動画を撮り、インターネットに投稿し、全米の反感を買っている。多くの団体がデモをしているので、住民のために声を上げなければいけないと思う。 旗を掲揚させては困る。それは民意ではない。だから抗議しに来た。旗が上がらないのは天の意志だ。ここへ中共を支持しに来た人はアメリカで暮らしながらこの国を裏切り敵対する国を支援するなんてやってはいけないことだと語りました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。